入港の土地は、ユネスコの世界遺産登録物件の一つである。古来、写真品の一つであった入港の交易で栄えた、アラビア半島南部に残る遺跡のうち、オマーンのドファール特別行政区内にある、オアシス都市遺跡、港湾遺跡、交易の跡や、入港の群生地が、登録対象となっている。登録対象となっているのは、以下の通りである。シスルは、 公益路上に存在していたオアシスト市の遺跡である。紀元前2世紀頃には栄えていたようであるが、西暦3世紀には公益上の要衝ではなくなっていた。要塞の壁の遺構が今も残っている。世界遺産としての革新地域は0.36ヘクタール、干渉地域は176.339996ヘクタールである。 紀元前一世紀末に LL、アド・ヤレットによって建造された港で当時の入港の交易に使われていた。当時の要塞跡などが残っている。世界遺産としての革新地域は3.128ヘクタール、干渉地域は1018.771301ヘクタールである。アルバリーは鉄器時代に遡る港町の遺跡である。歴史的には 様々な名前で呼ばれていた。西暦12世紀頃までは栄えていたため、中世のモスクの遺構なども発掘されている。世界遺産としての革新地域は50ヘクタール、干渉地域は48.2001ヘクタールである。和地ダウカは、和地の低地帯に入港の生い茂る土地で、紀元前3000年期には始まっていた入港の交易において、 重要な産地となっていた。世界遺産としての登録範囲は796.400024ヘクタールである。2000年に世界遺産に登録された。登録に際しては古代の入港交易の様子と中世の要塞の様子等を今に伝える優れた遺跡群であることが評価された。文化遺産としてのカテゴリーはサイト群及び文化的景観である。 登録当初の名称は入校の公益路だったが2005年に現在の登録名に変更された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。